んばんは。こんばんは。新澤俊彦と鈴木翼のラインライブ、はい、ラインライブです。今回第7回になりました、はい、早いですね。ですね、もう長寿番組を目指しています、はい、ね、100回目指しましょう。目指せ700回ぐらいのことを言ってる。100回とかじゃないですか。だ、うん、だけどなんかすごい先目指しましたね。7回やってるんだと思って、もう早いですね、うん、でもテーマでございます。いや全然慣れないですよ。まだまだ7回なんて新人だなって思いながら初々しい気持ちでやっています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあ今日はですね、菱田さん、うん、世間はもう日本戦ワールドカップ、ワールドカップもう、ね、どうですか、見てる、見てますか。いや全然見てない。全然見てないな。これは乗った方がいいのかな。え、僕ね、事務所がね、はい、渋谷なんです。そうですよね。で渋谷ってもう大変なのだから、勝ったりとかするとスクランブル交差点すごい、通れないから、あれ迷惑って感じてるタイプ。知らない人とみんなでハイタッチっていうのね。そう、そう。で今もうスリがねいっぱい出ちゃったんだって。大変なんだよ。みんな渋谷なんか来ない。いやいやいや、みんな盛り上がっていきましょうっていう。盛り上がっていきましょうってやつでいきましょうよ、新田さん。でも今日あの大丈夫なの？ぶつかっちゃったんでしょ？今日なんでしょ？でもですね、あの11時からなんですよ。うん、あ、11時からなんだ。そうなんです。だからこれ見て、この後見ればいい。そうか。じゃあこれを見て、心を穏やかにして。それでサッ11時からはサッカーの応援したらいいと思いますよ。そうなんですよ。 もう、そう、もしくはこれを見て疲れ果てて11時には寝るっていう、それもそういう選択になってもいい。いや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 、日本中盛り上がってるんで。ちょっとちょっと、朝ニュースでやるから大丈夫だ。ダメだって。違いますよ、新澤さん。そうかな。でもね、盛り上がっていきましょう。そう、頑張ってほしいです、ね。あ、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、皆さんこんばんは。あ、花子さん。そうそう、もう皆さんね、いっぱいこう。サリーさん。でもみんなこんばんはしかない。ごめんね。もっと違うことが言いたいですよね。ね、こんばんは。で、そのね、はい、第7回ってことで、つまり今までね、6回やってきたわけ。そうなんですね。で、僕たちがとても偉いのは、この毎回毎回新しい遊び歌を作って、はい、結構この場で作ったりとか、はい、あとこれ皆さんにこうアイデアを出してもらいながら作ったりとかして、ね、はい、毎回こう新曲を作ってきたというのがね、素晴らしいんですよ。で、作っては忘れ、作っては忘れ、全然こう蓄積がなかったんだけど、今日出してもらったね。はいはい、出してもらいました。じゃん。そう、じゃん。こちらでございます。そう、みんな覚えてますか？はい。ね、第1回目がハートでタッチ。ハートでタッチ。これはもう CD になっています。なりました。ハートでハートでハートでタッチ。はい。これだけはね、とてもよく覚えています、ね、これだけはって言いました、そうそう。で、2回目はレコーディングでしたね、ハートのタッチの。そうでした、はい、それでそんなわけないない。さあ、この辺りからだんだん、そう、こうくだらない歌でしたね。君の願い事、くだらない歌でした。これは誰？くだらない歌でしたね。プンプンバスター。そう、プンプン、そう、プンプン怒るってるのをやっつけようみたいなのね、で、毎回僕、翼くんと作る歌っていうのは、はい、遊び歌はこうくだらないものを作っていこうっていう、こう哲学を貫きながらやっていきたいな。そしてもこう一人で作ってるとくだらなさが足りないって思うところを翼くんがくだらなく補ってくれるっていうようなところがあるんですね。それ、そうですね、新澤さんの心持ちの新澤さんの心持ちの問題だと思う。紙僕らの顔を映そうですね。そうそうそう、だからこうやっぱ翼くんとどんどんこれからもくだらないものを作っていけたらいいなっていうふうに思ってるんですよ。はい、もういいですよね。もう楽しいですもん。やっぱ翼くんのくだらないって、こう作風の特徴があるじゃない、はい、こうくだらないものを作るっていうね。そうですね、僕はもうシュールなのが大好きなので。シュールって、そう、シュールなのか。あ、シュールね。シュールも好きだよね。シュールでくだらないっていうのが大好きです。ナンセンスな感じっていうかね。はい、はい、え、さあみんな、あ、そう、みんなね、これもう第7回なので、そう、7回、1回分がですね、うん、アーカイブスの方にあります、うん、それで一番最初のコロナはもう見られないかもしれないね。あ、で、こう、そうですか。アーカイブスで、遡って、あ、あれ、まだ見られる、今からでも間に合う。今日皆さん初めて見るって人ぜひ投稿してください、ね、私は今回初めて見ますってぜひ投稿してほしいなって思います、はいはい、ね、その方たちにもですね、うん、ちゃんと今までの復習ができるように、そうそうそう、今までどんな歌なのかって分かるように、こうアーカイブスの中にありますので、うん、ぜひ見てほしいと思います。はい、あれ、コメント、コメント、みんなね、これこの下あるの、こんばんは、今こんばんはで止まってるんですけど、ね、今日はコメント、あ、すぐどうなってる、こんばんはで止まってる、こんばんはで止まる、あ、いっぱい来てる、いっぱい来てる、あ、本当だ、 あ、見えました今、絶対見る、あ、はい、ライブでひっくり、まるちゃん、ライブでひっくりってどういう意味だろうな、新澤さんのネクタイ素敵でした、あら、これね、それなんですか、それ木製なんです、木でできてる、木でできてるネクタイ、おしゃれ、はい、どうもありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。あ、皆さん覚えてますって言ってくれる、ね、覚えてます。でもね、覚えてない人は過去を見たらいいと思います、うん、そう、そうすると、あ、こんな歌だったんだとかね、そう、そんなわけないないってなんだとかね、
を見てもらえれば嬉しいですね。千年鶴ちゃん、くだらないものシュール大好きなんだ。そうなんですよ、大好きなんです。翼くんはくだらなくてシュールなんです。そうなんです。サリーさん、翼くんもかっこ、あ、そうか、僕のネクタイを誰かが褒めたから、サリーさんが翼くんもかっこいい、わかってる、わかってる、すいません、でもサリーさんの気持ちはわかる、わかってるね。そうだね、はい、でどうもね、それでね、前回ですね、はい、うん、なんと、どんな歌作ったらいいですかっていうのを皆さんに聞きますって話をしました。予告したんです。で、何かっていうと、この番組はですね、全体がだいたい3部構成になってます、はい、まずは今までのことを振り返ったり、番組の説明をするのが毎回長いんだけど、はい、その部分があって、次に新しく2人で作った遊び歌をやります。で、一番最後に一曲歌を歌うんです。で、その最後に歌う歌っていうのは、今まで作ってきた歌、お互いの代表作とか、はいはい、そういうのを歌ってきました。はいはい、でもせっかく2人でやってるんだから、その最後に歌う歌も作ろう、お、作ろう、新曲を作ろうっていうふうに、もう僕たち前向きだよね。前向きだよね。それでね、翼くんはね、遊び歌の、ものでも主要に送るとね、すぐに曲がつく。もうだから、こう曲が書きたいんだな。書きたいって思って。もう本当書きたいです。翼くん、結構他の人とは詩の方を担当するじゃないですか。そうそう、僕詩を担当するので、だからこう曲書きたい欲望があるよね。どんどん新澤さんと作りたい。翼くんに曲を書かせますよ。頑張ります。頑張ります。僕が詩を書いて曲書いても、はい、逆もいいんだからね。あ、はい、そうです。僕も詩を書いて新澤さんに曲を作って、どんどん歌を作っていこうと思ってますので、皆さん、例えばこんなタイトルの歌を作ってほしいとか、こんなテーマの歌を作ってほしいとか、ね、そういうことでどんどんですね、投稿してほしいんです。はい、ぜひお願いします。そうなんです。それで今日はもう早速作ってみるってことですかね。実験。今日は作んないか。今日はタイトルをもらったりとかして、今日その宿題として、宿題としてね、そうです。作ってこようと思います。で、僕もアーカイブスを見て、アーカイブスを見ると、うん、投稿が全部見られるので、そうです。だからそれで、そうそう。見てね、で、今日はね、番組中投稿の中に、じゃあ歌のこととか書けば全部そのことだと思うことにします。はいはいはい、だもしも例えばごぼうって書いたとしても、歌のことごぼうって書けば、あ、ごぼうの歌を作ってほしいんだって思うからいきなりコメントで、まあまあ、だからいきなりごぼうだったらびっくりするじゃない。 でも、歌のことって書いてあったら、あ、歌のことなんだって思うから、そうなんです。だからこれ今日はですね、ちょっと違う遊び歌もあって、うんうん、ずっと投稿してもらいますけど、その途中でも歌のことって書いてあったら歌のことなんだなって分かるから、歌のことって書いたら、バッて書きたくなっちゃうかもしれないですよね、シーダさん。僕、あ、どうしよう、その欲望が止まらなかったら、そしたら任せて、ちょっと去って書くかもしれないね。そういうのもありですね。そう、なんだろう、あ、マニア、きねちゃん、遅ればすなの賛成してくださいね。そう、あれ、みんな誰もまだタイトル書いてくれないけど、あ、来ました、千年さん、元気が湧いてくる感じ。あやこさん、頑張ってる自分を認めてくれる歌がいい。なるほど。君は頑張っているねみたいなそうか、あ、大人になると認めてもらえることなかなかないし、ね、大人だって認めてほしい、大人だって認めるみたいな、なるほど、そういう大人だって認めてほしい、例えばね、例えばそうね、じゃあ次の歌、大人だって認めてほしい、君と僕の歌のこと、同じとこ違う男、みんな書いてる、夏の思い出、あ、そう、ね、夏の、あ、歌のこと、運動会の蚊に刺された、なるほどね、蚊に蚊に刺された書きたいですね、蚊に、いいね、なるほどね、蚊に刺された、野原をぐんぐん、野原をぐんぐん、新田さん、新田さん、まんままんま、びっくりした、詩人にアルバジキ、どんどん作りたくなっちゃう作りたくなっちゃう、犬、あ、すごい、犬めいめいとワンワンの歌、あ、なるほど、あ、いい、楽しい、みんなちゃんと歌のことって書いてくれてる、いいですね、嬉しいな、はい、じゃあ歌のことはそのまま皆さんどんどん実質にやっててくださいね、はいはい、さて第2部に入ります、はい、いいですか、今までは1部、ね、番組の全容、それから未来のこと、はい、みんなへの宿題っていうものをちょっと言ってみました。さあ第2部はですね、はい、始まりました、そう、今日のために2人で歌を作ってきました。さあ今回はですね、まずちょっと1番歌ってみたいんですけど、はい、それは人生の1ページかけがえのない時間、ほら大切にしてね、君のスペシャルなメモリー、
はい、こういう歌なんですけど、これはね、スペシャルなメモリーというね詩を僕が書いたんです。なるほど。それは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね、君の君のスペシャルなメモリー、なんか深い思い出をね、なんかね、そういうことを、思い出とかを大事にしよう。例えば小さい子とかはさ、はい、まだ5年生まれてから5年とか、だからあんまり過去を振り返るってしないだけれど、こうなんかそのあほらこんなことがあったねっていう、あるじゃない、あります、あります。思い出のアルバムという有名な歌があって、はい、いつのことだか思い出してごらんあんなことこんなことあったでしょ、あるでしょ、はい、それであと園によって卒園式では、そう春にはこんなことをしました、みんなで遠足に行ったとかってこう思い出を振り返ったりするじゃないですか、はい、あだからそうやってあんなことがあったねっていうような歌、いいなと思って、そういうのをちょっと翼くんと作ってみたいと思って、いいで、ね、で皆さんからもこう思い出をちょっとエピソードもらったりとかして、ほんでね、何でもない一瞬でもそれは実はもう二度と来ないかけがえのない時間なのだと、どの時間も実はスペシャルなメモリーなのだということをですね言いたいなって思ったわけよ。だからこうあえてこうスペシャルとか言っちゃったんですよね。いいですね。僕、あの思い出といえば簡単な、ちょっと言っていいですか、いいよ思い出、あの娘がいるんですけどね、はい、この間なんかこう、娘が、お父さん指切りしようって言われて、今日ね指切りしようって言うわけですよ、なんで？で、なんか遊びに行く約束ね、守ってほしいから指切りしようって言って、分かった、厳しい娘、分かったって言って指出したら、嘘ついたら汚ね水のマスって言われたんですよ。嘘だろと思って汚ね水、汚ね水は嫌だと思って、すげえ笑ったんですけど、すごくいいね。どうしたんですか、針千本とかどうしたと思って、どこ行っちゃってんの、それ作ったのかな、作ったみたいな、すごいね、嘘ついたら汚ね水のマスとか言って、あとなんかお父さんとか言って、あのおままごとしようって言って、したら、はあ貧乏だわ貧乏だわって言ってるわけですよ、娘がね。あー俺これとおままごとすんのかと思って、あー貧乏だわとか言って、どうしたのとか言ったら、川の水でも飲んでいいよごめん、川の水でも飲んでいいよやめてっつって、一貫したものがあるね。そうです、なんかこう汚ね水に、汚ね水、自分の人生は汚い水を飲み続けるものなんだって、なんかあるのかないやいやだ、どんな水飲ませてんだよ綺麗な水飲ませてやれよそれなんだろう、あのそういうことかな、それちょっと違いましたね。でもそれは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね、君の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 スペシャルなメモリー、綺麗な水飲めみたいなあの汚い水を飲んだ思い出みたいな感じなのかな、面白い。そうなんだ。さんはで僕はあこの歌をね、はい、あのなるべく簡単なことをやりたいと思ったんです、そうです、それで、なるべく僕としてはあの保育園とか幼稚園で歌ってほしいと思ったので、そういう自分の保育園の思い出とか思って、僕はね、最初に保育園に勤めた時に、一番最初に体操しますって言われて、やった体操がね、ハトポッポ体操でした。こうやってポッ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 ポハトポッポで、うわ恥ずかしいと思った。それは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね、君の僕の君の僕のスペシャルなメモリー、このこと僕のって言うんですか。 そうで、その時にね、一緒に恥ずかしいと思ったんですか、先輩の先生が、その男の先生はね、一番最初にそういう試練があるって言われたの。だから体操をお母さんの前で恥ずかしくなくこうできるかってとこで一番悩んだりとかするんだよねって、トンボ先生に言われたんですよ。でだけどね、そしたらね、僕が子供の前でポップ、ポップ、ポップやってたらね、お母さんたちがね、年兄ちゃん可愛いって言われて、あ
可愛いんだって思ってそこから平気になったね今では平気さ全然平気ですもんねもういくらでも可愛いの大丈夫全然大丈夫パッ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 できますよみたいなねすいません僕もすっごい恥ずかしかったオリさん私はタケノコ体操だったやってタケノコってちょっとやっていいかタケノコ体操って何タケノコタケノコってやればいいんだよせーのタケノコそれは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の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 スペシャルなメモリーはい、オリさんの説明メモリーでしたタケノコ体操知らなかったっもっとないのみんなもっと出してもっとかわいいってタケノコ体操知らない違うって言われてるマルちゃんアドボポ体操全然知らなかった私専門学校入学してすぐにやりましたってミカさんなるほどね、タケノコ体操は違うって言われちゃいました違うんだね違うんだね僕も知らなかったからねいや知らなかったタケノコ体操がみんないいからタケノコ体操から離れろみんなコメントがタケノコ体操ばっかりになっちゃった違うよもっとタケノコ体操知らないじゃあはい、僕の友達が、麦茶と間違えて、お客さんにめんつゆを出してしまいましたあやってみてあどうぞ麦茶です ありがとうございますあ新山さん出汁が効いてるでしょそれは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の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 スペシャルなメモリーあ僕ね保育園に勤めてる時に、年長さんが芋掘り毎年行ってたの芋掘りお芋掘り、ね、だけど、行きますよねそれはお百姓さんっていうか専門農家の方がそうそう専門にやってらっしゃるので、一回自分たちでも作ってみようって言ってね植えたことがあったの園庭とかにそうでちょっと離れたところ広場に作って畑を作ってそれでもう水やりとかもしてで秋になってよしって芋掘りに行って鶴を引っ張ったら一個もらってなかったの一個もらってもう引っ張ってる一個もらってないって言って帰りに悲しいでも手ぶらで帰れないって言って帰りに八百屋で芋を買って帰ったって思い出がありますそれは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の僕の君の僕のスペシャルなメモリーさあ皆さんのメモリー見てみましょうかレイチェルさん水遊びで水着を着たのですが終わって着替えようとしたらパンツがな い, がないそれは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の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 スペシャルなメモリーそれはやだあこれちゃんと翼くんに寸劇やってもらったらよかったそうです、ね、パンツがないってやってもらえるのかったねはい、はい、ゆうゆうママさん梅ジュースが原液でめちゃくちゃ酸っぱくて甘くて本当に貴重な体験でしたって分かる梅ジュースが原液で前の梅ジュースが原液で飲んじゃったの飲んじゃったんだうわちょっと飲んでみてこれ土田君どうぞ梅ジュースありがとうございますおお原液それは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の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 スペシャルなメモリーくみくみさん朝の歌歌ったらうるさいって店の子に言われちゃった朝うるさいって言うんだよあほいそうそう朝いやうるさいそれは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の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 スペシャルな
メモリー。静さん、続きこれあるあるある。あのさ、円のコンサートに行って歌い出したらさ、子供がうるさいっていうのない？ある、あるよね。それは人生の一ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね。君の君の君のスペシャルなメモリー。あのね、なんか志田さん、なんかすごい最近お誕生日会で舞台役やって、部屋に帰ったら1歳の子に豚って言われた。じゃ、部屋帰って劇やったら帰ってきました。帰ってきた。あは豚。ちょっとへこむわ。それは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね。君の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 スペシャルなメモリー。あ、カットさん、ある。絵本の新刊が出ていたので買ったら、もう持ってる本だった。あ、この本とってもいいと思うわ。あ、ありがとう。あ、違う違う、買ったんだ、買ったんだ。持ってる本だった。それは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね。君の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 スペシャルなメモリー。で、僕 CD とかでもある。え、あー、買っそう、あれでね、小柳ルミ子のベスト版を CD で見つけて、そうそう見つけて、あって言って家に持って帰ったら、あ、前も買ったんだって言って、ベスト、しかもベスト2枚って。そうなんだよ、ベスト2枚はもうお腹いっぱいですよね。そうだよね、2枚組、しかもそう、なんか2枚組2枚買っちゃった。そうだ、ルミ子が4枚もあるのだから、ね、ルミ子が4枚ってすごいですね。すね、それは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね。僕の君の僕のスペシャルなメモリー。だからマイネモさん、私は元気なのに先生もおたふく風邪と言われてしまった。え、翼君もおたふく風邪？おたふく風邪じゃない。それは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね。君の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 スペシャルなメモリー。あ、もし、ロセヒ、あ、ローズヒップティーさん、とっても疲れてる日、気がついたら何も入ってないお皿を冷蔵庫にしまっていた。これ、あ、シュールシュール。こうやって冷蔵庫開けたら、あれ、冷えたお皿。それは人生の1ページ、かけがえのない時間、ほら大切にしてね。君の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 スペシャルなメモリー。あ、思い出した。さん、これもう何回も歌うっていうのは早く振り付けしろってことですか？あ、ごめん、なんか考えた振り付け。いやいや、全然考えられてない。これすごいもん。あ、これ今もう20回ぐらい経ってるから、もう一回、みんなでももう頭の中こう鳴ってるかもしれない。歌えるようにみんな、ね、もう歌えますよね。そう。あ、ね。何？ネットショッネットショッピングで買ったジャケットが届いてきてみたら、パツパツだった。あ、届いた。あ、パツパツ。これね、太ったから。それは人生の1ページ。かけがえのない時間、ほら大切にしてね。君の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 スペシャルなメモリースペシャル。これずっとみんな、あの、どんどん失敗談を言う。これ僕もともとは子供と、はい、これ失敗コーナーでしたっけ？全然そうじゃなくって、どこどこ公園に遠足に行ったよって言って、みんなでさ、子供たちとそれを再現して、ね、あ、遠足遠足嬉しいな、嬉しいな、楽しかった ね、それはってみたいなことを思ってたわけ。なんか失敗談の集まりみたいな。ジャケットが、ジャケットが、竹かわいいんだけど、竹かわいいんだけど、竹って言われたとか。
でもおもろあのささっきとても疲れた人が空っぽの皿を ってたでしょ、冷蔵庫に入れたって言ってね、僕ね保健勤めてる時に、はい、給食を食べ終わったら、うん、先生は自分のお皿は自分で洗うっていうのだったの、で、ね、で給食室に行って、あのすごく疲れてる日で、なんか僕洗ってたら、新田先生何してるのって言われて、えって言ったらスポンジでたわしを洗ってたんだから疲れてる、ぼーっとしちゃってて疲れてる、だからなんかスポンジ でお皿じゃないですよって言われてあーあーとかって言ってみんなすごい疲れてるって言われたのちょっと覚えてますね。それは人生の1ページかけがえのない時間、ほら大切にしてね、君の僕のスペシャルなメモリー。やあやこさん、失敗談って誰かに話すと笑えることになるので歌ってごまかしたい。ああいいですね、分かる。なんかでもそう こうやってやると笑えるよね。うちの奥さんね、冷蔵庫に焦げたパンを入れてね、それで、あの消臭あ脱臭用って書いて、あそれ結婚したばっかりの時なんですけど、あ脱臭効果あるんじゃないの思うじゃないですか、ラップでくるんでたびっくりしてラップ。それは人生の1ページかけがえのない時間、ほら大切にしてね、君のスペシャルなメモリー。踊ってあちょっと固まってきた振り付けが、あいいじゃない、あいいじゃない。あ、僕あのメロンを食べた後、何日かしたら、排水口の中から芽が出てきて、あメロンが生えたってことがあったよ。でもならないだろうなと、実はならないだろうと思ったけど、でニョキニョキってで、だから種が残ってたんだね。そうびっくりしたことがありました。すごいですね、ちょっと不潔かな、ごめんなさい。それは人生の1ページかけがえのない時間、ほら大切にしてね、君のスペシャルなメモリー。さあどう思いますよ。あさあじゃあそろそろなのかな。でもあのなんかお題をちょっと、でもこれでもいっぱいみんな失敗もスペシャル、あそうですね、あめローズキキさん、メロン食べると喉が痒くなる、そう失敗じゃないよね、天然だから。なるほど。ミンさん、帰宅時園から離れた駐車場まで歩いていったら車がなく、その日は園に車を置いてたことを忘れていて、また歩いて戻りました。これはあるよね、でもなかなか置きっぱなしにして、よくあるよくあるよくある。それは人生の踊ってるみんなも1ページ真似してね、かけがえのない時間、ほら大切にしてね、君のスペシャルなメモリー。あこれで、あのどうですか、この人は何、これ何踊ってごまかすって、メモリーをここ、ね、これにあるんですけど、メモリー、あえこれ早速なくてこれにメモリーがあるの、これにメモリーがあって、このメモリーをおみこしみたいにこう持ち上げて飛ばしてるんです。あら素敵ですね、なるほどね。嬉しいことは歌わないのってキリちゃん、いいんだよ、そう嬉しいこと歌っていいんです、嬉しいこと歌って。何しんださん、きよちゃんっていう方のコメント、きよちゃん AED 講習会でLED を持ってきましたと真顔で言う同僚LED 持ってきました。うわ光る、ほらこれは人生の踊ってるみんな1ページかけがえのない時間、ほら大切にしてね、君のスペシャルなメモリー。違うかな、嬉しいことってね、あの僕ね違うかな、バレンタインデーの時に、ああバレンタインデーの時に3歳児の担任していたゆりかちゃんっていう子が、あのね、当日ですよ、あのゆりかが渡したいものがあるって言ってるんですけど、子供がって言って、でゆりかちゃんは門の外に寝てこうやって行ったりとかするの、ほんでゆりかちゃん何かなって言ったらね、
そのチョコレートを、うん、バカーン僕に渡してバーッと走ってった衝撃バカーって3歳の子がだよバカーって渡したんですかもうねもう僕あのね告白っていうかねあのなんか受け取ったチョコレート忘れられないもうあれはねあのバカーはね心にこう刺さるものがあったねそれは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の僕の君の僕のスペシャルなメモリーそうイルカちゃんは今でもなんかバカってすごいですねなんかどんな子になってるかなと思ってちょっと本当ですね会ってみたいと思っちゃうそうですねそういいこともなんかいいかなと思っちゃってあ好きなアーティストライブを一公演増やしたところでハイタッチができるようになった沙織さんどういう意味？どういうこと？ライブの中でなんかタイトルするシーンがあるのかな一公演増やしたら謎もあるね、みーさん3学期の終業式難しい保護者から先生が担任でよかったと言ってもらったことあ泣ける先生が担任でよかったそれは人生の1ページかけがえのない時間ほら大切にしてね君の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 スペシャルなメモリー君の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 スペシャルなメモリーいやこれアーカイブでまたこうあのいろんな皆さんの見るの楽しみですね、うん、全部読み切れなかったあそうなんかでも振り付けメモリーのところでみんなでもいろんな思い、ね、そのちょっとの小ネタでいいから、うん、小ネタだって小ネタってこれとちょっとした失敗でもいいしちょっとした喜びでもいいし何でもないことがいい、うん、何でもないことをスペシャルに感じましょうっていうような歌なのでなんかみんなでこううまくこうもっとこうそう子供たちだったら違うなんかねそう例えば子供になんとか行ってきたそうそうでもいいしそうなんか朝パン食べたでもいいのなんかみんなでパン食べてみようあくそれは人生のけどね夏休みどこ行ったとか言ってねそうおばあちゃん家に行ったっていうのそれは人生昨日の日曜日お墓参りしたそれはっていうの何でもいいの何でもいいのそうするとなんだかスペシャルになっていく、うんそうだなスペシャルなメモリースペシャルなんだよそうそう何気ないことも全部特別なんだよっていうのが大事ですよね、うんうん、あいっぱいなんか沙織さんアーティスト考えた企画でライブ終わりにハイタッチができるようになりました分かりにくくてすみませんいまだによく分かりませんなんだろうねあれじゃないですかあ何だから、うん、ライブ終わりにタッチできるようになったんじゃないですか本当に、うん、エアタッチじゃないでしょああいやタッチじゃないですよねよかったねよかったねよかったね、はいはい、さあそれではですね新田さん第3部に行きます最後、はい、第3部になります早いですねあっという間ですね今日はねそう 何歌おうかって言ってたら翼くんがリクエストがあったんです僕はですね新田さんと中川さんの歌の中で大好きな歌があって、指切りっていうでさっきねあの娘が指、うん、お父さん指切り玄米しようって言って、ね、指切り玄米嘘ついたら汚ねえ水のますって言ったんですけど汚いよさ汚ねえっていうの汚ねえ君んちでは汚ねえっていうのいやいやいつもは汚いどういう曲汚いんですけどその時だけなんかそういう言い方しないんですよ汚いとかなんですけどその時だけ汚ねえお父さん汚ねえ水だからって言われたんですようわすごい嫌だねどこで汚ねえっていう言い方も嫌だそうどこで学んだんだろう面白いねああそれなんかわかんないですけどね本当に汚ねえ水は飲んだら嫌だなって本当に思ったんだよね、だからそうなんですよ本当に嫌だだから下の子も指切り玄米それだと思ってて5歳の下の子ああそうなんだ汚ねえ水のマスあと針伸ばすって言ってますそうなんだ、うん、汚い水と針伸ばすのすっごい嫌ですよね嫌だうん、なんかまあもっと嫌なこと言ったけど嫌なことをちょっとあの想像しちゃうからね僕クラスメートにねいたの「水溜りの水飲めるぜ」って言って、うん、いい子がいて
その子結構ね虚言症があったんだけど、じゃあ水たまりの水なんか飲めるぜって言っちゃったみたいな、飲んでみろよって言って本当に引けなくなっちゃって、もう水たまりに20人ぐらい集まって、そのとこうちゃんって子はねもうすごく仲良かったからさ、こうちゃん飲まなくていいよと思ったんだけど、あ、まあちょっとベロつけたみたいな、なんうわもうあれもう忘れられない、確かにちょっと嘘ついたらダメですよ。そう嘘ついたらダメだよね。汚い水も嫌ですよ。飲まされちゃったりしてたよ。本当やだ、それやだ。変な話しちゃった、ごめんなさい。すいません、僕もちょっとなんかそういびきり歌うのにこんな話しちゃった。いい歌で友達といびきりす、いいいびきり、これもう大好き。僕実はねこのいびきりっていう詩、あ、これどういうものすごく好きな詩だったの。それで、友達になるためにっていう歌があって、はいはい、その歌はなんかこう一般的なことを書いたわけ、うん、その友達っていうのはこう友達になるために人は出会うんだよっていうことを書いたんだけど、うん、友達ってさ実はさ大勢っていうよりも、うん、たった一人の友達とか、うんうん、非常にこう個人的なものじゃないですか、はいはい、それで個人的なことを書こうっていうふうに思って、うん、もう君と僕は友達っていうテーマで書いた詩だったの、ね、だけど僕の中では友達になるためにと指切りっていうのはこう一つ対になってたわけ。だからこうそれを一般的に書いたものが友達になるためにで、個人的に書いたものが指切りって思ってたわけ。だから僕の中ではね、はい、曲調が友達になるためにみたいな曲調を持って作った詩だったの。なるほど、中川さんが、そう、中川さんが結構軽快な曲をつけたから、ね、最初違和感があって、あ、違和感あったんですね。なかなか自分ではこうしっくりこなかったりしたの。でもね、中川さんがレコーディングした時に中川さんがすごく爽やかに歌って、うん、あ、その時にね、あ、この曲はこういう解釈っていうか、これはこういう軽快で爽やかな曲だからなんだか染みてくるものがあるんだってすごく思って、だから今はこの曲ちょっと大好きですけど、そういう、そう、この曲だからちょっと大人っぽいポップスみたいな、そうそうそう、ちょっと面白いよ、ね、でも今これを子供たちが歌ったりしたらすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。嬉しい、僕今の子供たちがこういうなんか歌を卒園とかで歌ったら歌ってもいいんじゃないかな、うん、この歌今自分でも大好きな歌ですよ。だから今日翼くんがこの歌が歌いたいって言ってくれて、僕はあのすごく嬉しいと思いました。いや、でもね、僕もあのスタッフの人があのこの歌知らないって言ってたから、意外と知らない人も多いと思うんです、はい、だからこれを初めて翼くんと二人で歌えるのは、そうそうそう、ね、僕はとても嬉しいなっていうふうに思っています、はい、初めての人もじゃあぜひ聴いてみてください。じゃあ指切り、優しい気持ちでいられたならいいのにな。同じ草に寝転びながら白い雲を見上げて、だからね、これは約束だからね、君と僕の指切り。枕にして同じ
時々悲しいこともある、時々寂しいこともある、だから友達だからね、きっと友達だからね、これは約束だからね、君と僕の指切り、ずっと友達だからね、きっと友達だからね、これは約束だからね、君と僕の指切り。指切りという歌を聴いていただきました。どうもありがとうございます。友達です、友達。はい、でね、あの次回は、はい、なんと新曲を歌う予定です。はい、で今日みんな歌のことって言って、うん、いっぱいコメントを書いていただきましたので、その中からちょっとですね考えて、なんか2人で歌を作れたらいいなって思ってます。はい、もしかしたらすごい短い歌かもしれないけど、わかんない、わかんないけど ね何かは作っていきます。必ず作っていきます。できますよ、ね。はい、で新田さんの、うん、今日は7月、はい、あれですか、あの夏のセミナーとかでいろんなとこでね、もしかしたらこの LINE ライブ見てる人とかに会えたりとかしたら、見てますよ、見てますよとか、こうね、なんかサイン会とかあったりするじゃないですか。なんかそういう時に LINE ライブで、あのコメントしましたとか、なんかなんとかですとかこう言ってもらえたりすると、あ、あった人はね、スペシャルなーってメモリーって言うからそう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 、いいですね。そう、スペシャルなって言われた ら、メモリーって言いますよ。LINE ライブ見てるんですねっていうのあります。そうだね。ね、なんかそういういいじゃない、コミュニケーション取れないじゃないですか。このね、そうだよね。でも実際お会いできる機会が夏はいっぱいあるので。そう。でもしく歌う恥ずかしかったらスペシャルなってメモリーって言いますから。それだっていいよ。いいですね。ね、そう、あ、いい、あい言葉ができましたよ。いいですね、よかった。さあ、ちょっと今日はですね、なんといつもはね、見ながら、ハートを押してくださいって言うんです、うんうん、言ってました ね、 いつもね。そう、今回は何も言わないことにしましょうって、うん、あの担当の早野さんが言って、変わった企画を出すよね言わないプレゼントしましょうとか、次回はプレゼントなしで今度は言わな い、 言わない、どんどんどうなっていくんだろう ね、 でね、抜き打ちでハートランキング発表ってことで、そう、初めての人びっくりするかもしれないけれども、れこのハートをね、こう押すって機能があって、ハートをこう毎回ランキングしてたんですよ、ええ、はい、でなんか今回も実はこっそりとランキング取ってました。はい、取ってました、はい、それでは第3位からいきたいと思います、はい、第3位、ルルさん8868、おめでとうございます。すごい、あ、ルルさん、ルルさん8000回も、はい、ね、そして第2位、はい、ちーさん、ちーさん、ちーさん9445、すごい、9400回もおめでとうございます。そして第1位、11875、ヤジさん、ヤジさん、どうもありがとう、おめでとうございます。すごい、ヤジさん初めてじゃないですか、ヤジさん1位。全然触れなかったのに、よっぽどハート好きか、裏を書いてこれは後でハートランキングがあるなって思ったか、どういう人なんだ、なんだ、どうだったんだろうね、真実は。この3人、ね、なんだろう、何も言わないのにめげずにずっとハートをしているっていう、きっとカウントしてるわと思ったのか、もしくは無意識に手が動いちゃったか、もう条件反射になって動いてた、あと取り勝ってずっとこう押させてた、そうかもね、うん、誰かにあのさあ旦那に押しててってずっと旦那がこうしてたとかね、分かんないけど基本的に自分には自分でやらないで誰かにやらせるパターンがいいってことですね。さて、次回の放送の日にちを、はい、決まりましたよ、次回はですね、なんと7月はないね、あ、4月がないんだよね、ないんです、あの、そう、夏のセミナーでだからお会いしましょうということで、4月は全国いろんなところで会いましょうね、はい、
ということで、こう講習会シーズンが終わって、うん、8月のなんと21日の火曜日、はい、今回と同じ8時半スタートです。どうでしょう、8月の21日ね、はい、8時半です。そう、歌も発表しますよ、はい、ね、楽しみに、ね、新曲、皆さんのテーマから作った歌発表でございます、はい、よろしくお願いします。今日もたくさんのコメントどうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました、はい、またここでお会いしましょう。どうもありがとう、新座さん、鈴木翼くん、ありがとうございました。バイバイ。スペシャルなメモリー。